はようございます。アシスタントの山子です。今回のミッションはこちら。奥多摩エリアによく行く登山者ならきっと一度は青梅線と五日市線を縦につなげてみたいと思ったことがあるはずです。今回は青梅駅から武蔵五日市駅まで歩いてみましょう。まっすぐ行くだけでは短すぎるので、まず青梅丘陵ハイキングコースで宮の平駅まで行き、さらに鷹飼山を登ってから武蔵五日市駅に向かってください。また訓練のため日帰りの低山では今後必ず業務用ウイスキーを持ち運ぶものとします。もう夏の暑さには慣れたと思いますが、熱中症対策も怠らないようお願いします。ではご安全に。The next station is Olney, JC62. The doors on the left side will open. The stop after Olney.
お疲れ様でした。まず、多め給料ハイキングコースで楽な方に逃げなかったのは評価します。問題は溶岩山です。天狗岩の手前あたりまで現在地の特定が雑になっていましたよね。目印の少ないマイナーな山こそ迷わないよう細心の注意が必要です。地図に載っていない作業道が紛れていることもざらにあるので、標高が低いからと甘く見ないでくださいね。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。またお会いしましょう。